歯科補哲学は、歯学の専門分野の一つで、臨床歯科医学の一分野で、歯や関連組織の欠損によって失われた後、高校系の形態、機能、神秘性を回復することを目的とする学問である。単に補哲学とも呼ばれる。補哲物の起源は、起源前3500年から起源前2500年のエジプトのファラオの高校内に認められた。 葉の代替物を隣在葉に巻きつけたブリッジ様のものにまで遡ることができる。この技術は紀元前3世紀に至るまで使われていたことが分かっている。また、1538年に亡くなった元城寺の仏姫という2が木製の義式をつけていたことが分かっている。しかし、これらは職人の技として作られており、歯科学の一分野としての歯科補哲学として、 成立するのは、関連の技術が発達した18世紀中旬以降であった。鹿歩哲学は、歯の欠損の状態により次のように大別される。横塚茂雄、亀沢博次、愛、総論第一章除説に、鹿歩哲学の意義、クラウン、ブリッジ歩哲学、青木秀夫、田畑恒夫、横塚茂雄、い早く出版、東京都文京区、2000年8月10日、 第2版第7冊、4から5ページ。ISBN4 から263402693。ABC 横塚茂雄、亀沢博次、愛、総論第一章女説シカ保哲学の歴史、クラウン、ブリッジホ哲学、青木秀夫、田畑恒夫、横塚茂雄、い早く出版、東京都文京区、2000年8月10日、第2版第7冊、3から4ページ。 ISBN4-26340-2693 日本最古のフッツ姫の木ゆかぎし葉の博物館神奈川県司会司会2011年12月30日閲覧ありがとうございます